はい、皆さんこんにちは。ということで本日の企画はこちらとなっております。ダダン、はい、九州に遊びに行ってきたよとなってあるわけでございます。はい、あらすさあ、ヨモちゃん大ちゃん出発前の腹ごしらえでございますよ。晩ご飯くれわんと、早くちょうだいにゃんといった感じで、ね、うちのおかんに群がっておるわけでございます。それもそのはずですよ。当時やったらね、いつものこのドッグフードだけっていう感じなんですけど、おかんがいるとですね、謎にトッピングが増えていくのが、我が家でございますね。さあ、ヨモちゃん、大ちゃんも大喜びで、うまいにゃんと、最高だわねといった感じでね、むさぶり食っておるわけでございますが、食べ終わった瞬間にですね、おかわりくれわんと、もうちょっとささみをくださいだわんといった感じでね、おかんにおねだりしているわけでございまして、ご承知の通り甘々でございます。もうとりあえずね、残ったささみをすべてよもぎに捧げていったわけでございます。さあ、よもちゃん大ちゃん、ご飯の方が終わったら早速出発しますよといった感じでございますね。さあ、こっからフェリーに乗っていくわけでございます。人生初フェリー、いや県政か、県政と病政初フェリーでございます。よもちゃん大ちゃん、ワクワクのウキウキでございます。さあ、こんな感じでね、フェリーに向かっておるわけでございます。だいたい実家から1時間ぐらいかな、で着くわけでございますね。さあ、無事到着いたしましてね、あっちの方に行っといてくださいねといった感じで指示されたわけでございます。だいぶ時間には余裕を持ってきたのでね、前の方に来たわけでございますね。さあ、そしてこちらがね、横に見えておるのがフェリーでございます。めちゃくちゃでかいなと、こんなでかいんやなと、すごいなと思ったら、ヨモちゃんもあーすごいわねーといった感じでね、眺めておるわけでございます。さあ、とりあえずヨモちゃんね、フェリー間近に見に行きましょうといった感じで、ね、こう間近に見に行ったわけでございますね。さあ、そんなこと言うとりましたら、だいぶいい時間になってきましたので、搭乗手続きの方をしていくわけでございます。さあ、ヨモちゃん大ちゃん、ここからですね、さあ12時間ぐらいのフェリーでの船旅となっておるわけでございますね。うわ、楽しみだねと、父ちゃんもワクワクでございますよ。では最後まで楽しんでいきましょう。よろしくねと。はい、はい、では早速フェリーの方に乗り込んでいくわけでございますが、めちゃくちゃすごいなと、でかいなといった感じでございますね。父ちゃんも初フェリーなわけでございまして、うおーすげーと、上から下に、あ、こんな風に行けんねやと、若干興奮しながらですね、車を運転しとったわけでございますね。さあ、車の方無事所定の位置に置けましたら移動なわけでございますが、ヨモちゃんはですね、こちらのキャリーに入ってもらっておるわけでございます。初キャリーは若干不服そうでございます。なんだここは狭いわんねと、早くヨモギを自由にするわんといった感じの顔になっておるわけでございます。さあ、お部屋の方に着いたらルンルンでございます。わーすごいわねと、あ、これは快適そうだわんといった感じで、二人でね、ずっと散策しておるわけでございますね。さあ、ヨモちゃん大ちゃんはご飯食べたのでお腹いっぱいでございますが、トコちゃんはお腹ペコペコでございます。早速バイキングの方に行ったわけでございます。ダイエットとは、あなたダイエットしてるってこないだ動画で言っとったけど、何ですかこの高カロリーで炭水化物のオンパレードは。でもいいんです、旅だもの三つおでございますよ。さあ、早速ですね、さあお土産コーナーに寄りまして、さあお土産の方も買っていくわけでございます。もちろんヨモちゃんにでございます。ヨモちゃん、これなんだいと、冷凍みかんだよと、いいの売っとったから買ってきたよといった感じでございます。これも別に食べたくて食べてるわけじゃないわけでございますよ。父ちゃんもこう、あくまでも取れ高と、そしてもらった商品券の方を使っていかないと逆にもったいないから、これ無理やり買ったわけでございまして、父ちゃんは別に食べたくないわけでございますが、ちょっと食べました、美味しかったでございます。そしてお見送りご苦労だにゃんといった感じでございます。すごいでございます。こんな感じでいってらっしゃいと言ってね、みんなが手振ってくれるわけでございます。さあ、父ちゃんは一通りご飯の方終わりましたら、車内でね、ずっと仕事の方をしたわけでございます。そして船内の方でですね、ちょっと散策しとったら、あら、大ちゃんにいい感じのおもちゃがあるじゃないと、これは大ちゃんのために父ちゃんが一発でね、取ったろうかなと思ったらですね、全然取れなくてですね、なんやこれと、お前クソゲーやないかいと、どないなっとんねんといった感じでございます。まあそんなこと言うとりました。だいぶ夜も更けてまいったので、さあそろそろ寝ようかなといった感じでございますね。さあ、明日の朝も早いわけでございます。朝一からたっぷりと楽しんでいきましょうねと。では山ちゃん、おやすみなさい。はい、はい、おはようございます。ヤモちゃん、ダイちゃん、すっきり目覚めでございますね。さあ、父ちゃんの方もですね、5時間ぐらいかな、なんだかんだ仕事しとったりしてね、夜遅かったので、5時間ぐらい寝たわけでございます。さあ、ヤモちゃん、ダイちゃん、まず朝ごはんタイムでございます。しっかりと腹ごしらえの方をしていってね、今日一日観光しないとダメなので、父ちゃんももちろん腹ごしらえでございます。朝からバク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 食べておるわけでございます。これもすべて取れ高のわけでございまして、すべて、そんなこと言っとったら九州着いたよといった感じでございます。そろそろヨモちゃん降りていきますよと。あ、伸びして長旅だったわんねといった感じでございますね。さあ、ヨモちゃんはですね、早く行きたいわんねと、今日温泉行くわん、行きたいわんといった感じで、ずっと扉の前で待機しておるわけでございます。係員さんがね、呼びに来るからちょっと待ってよねといった感じでございますね。さあ、無事呼びに来られましてですね、さあ車の方に乗り込んで、ヨモちゃんルンルンでございますよ。こっからやっとお出かけできるわんと、
わあ、フェリーから抜け出してどこ行くわんかねーといった感じでルンルンなわけでございます。この顔見てください、最高だわーんといった感じでね、笑顔を振りまいておるわけでございます。さあ、まずはですね、フェリーの中でおとりしてなかったので、まあおとり行きましょうねといった感じで近くの公園に来たわけでございますが、いきなり金髪美女の朝一放尿タイムとなっておるわけでございます。さあ、九州にヨモちゃんの尿を撒き散らしておるわけでございますよ。さあ、少しだけね、体をほぐす意味も込めましてお散歩の方していきましょうねといった感じでございますね。さあ、フェリーの近くにこんな素敵な公園があってよかったねといった感じでございますね。さあ、車の方に乗り込みまして、だいたい30分ぐらいですかね、車の方を走らしまして、向かっている先が別府温泉でございます。ヨモちゃんニッコニコでございますよ。では早速観光の方していきます。さあ、こちら別府温泉の地獄巡りといいまして、なんか7種類とかやったかな、なんかいろんな温泉みたいなのがあるらしくてですね、そちらの方を見に行けるということで見に来たわけでございます。さあ、まずはこちら海地獄でございます。こんな感じでね、もう湯煙がすごいと、うわーすごいなといった感じでございます。ゲロはですね、冷戦でございまして、あんまりこういう湯煙がないので、もうヨモちゃんもダイちゃんもすごいわねーといった感じでね、興味津々に見ておるわけでございます。そしてもう硫黄の匂いとかもね、すごいわけでございますね。さあ、この黙々の中を進んでいくわけでございますね。さあ、次の、温泉地にもね、早速向かっているわけでございます。さあ、いろんな種類の温泉を見てですね、ヨモちゃんもダイちゃんもなんだにゃんこれはと、すごいわねーといった感じでね、キョロ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 見ておるわけでございますね。さあ、父ちゃんもですね、なかなかこういうところにね来る機会がないので、普通にめちゃくちゃ堪能しておるわけでございます。もうやっぱヨモちゃんとダイちゃんがね、なんかこんな感じでキョロ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 やってウキウキしてんのがね、もう父ちゃんは一番嬉しいわけでございます。さあ、そして皆様にこちらで、あー、いいショットを挟み込んでいく、なんというおしゃれショットでございます。そんなこと言うとりました。どん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 地獄が進んでいくわけでございます。さあ、あっちを見てこっちを見て、なんだにゃと、すごいにゃーといった感じでね、大ちゃんが見つめておるわけでございますね。さあ、この日ですね、実は九州結構雨予報でございまして、どこに行こうかなと思ったらですね、ちょうど調べとったら、こちらの別府温泉の方がですね、ギリギリなんか曇りだよと、予報出とったのでね、急遽ね予定を変更してこちらに来たわけでございます。さあ、そしてね、こちらがワニだらけ、あららら、すごいねといった感じでございます。なんか温泉でねワニを飼育してるらしいでございますね。さあ、そして歩いとったらですね、こうおみくじスポットがあったんでございますが、無限のご利益は草ですよ、本当にどないなっとんねんと、ほんまにそんなこと言うていいんですかといった感じでございますね。まあ、そんなこと言っとったらですね、こう熱帯魚館とかもあったわけでございます。やっぱこの地熱でね、うまく利用してこうあったかいところの生き物を飼育しているっぽいでございますね。素晴らしいでございますね。大ちゃんも興味津々でございます。まあ、こじんまりとしたね水族館みたいなところなんでございますが、そこら辺もね後にしまして、さあ、大ちゃんヨモちゃんとですね、いっぱい歩いてあるわけでございます。まあ、7カ所って言ってももう全部固まってるわけじゃなくてですね、5カ所あって、2カ所がちょっと離れたところにあるかな。だから5カ所はですね歩いていって、2カ所はちょっと車の方で移動したわけでございます。そしてこちらが血の池地獄、熱血と書かれておるわけでございます。さあ、大ちゃんもね、こちら最後の地獄でございます。なんか柑橘船か、なんかピャ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 と吹き上がっているわけでございますよ。当初初めて見ましたね、これすげえなといった感じでございます。さあ、すべてのスポットを見終えましてね、帰ろうとしたら、あ、かわいいねといった感じでヨモちゃん大ちゃんがね、めっちゃなでなでされとったわけでございます。やっぱ目立つわけでございますね。さあ、そして最後の地獄はこちらでございます。接吻地獄でございますよ。大ちゃん終わったと思ったでしょと、これがあるんだよと、いや地獄っていうか天国だねといった感じでございます。ヨモちゃんもこっちのことね1ミリも見てないわけでございます。さあ、大ちゃんもですね、さあ父ちゃんの唾で汚れた顔をですね、しっかりとグルーミングしておるわけでございます。ではお腹空いたので、そろそろご飯でも食べに行こうかなといった感じでございます。では行ってまいります。さあさあ、車で1時間ほど移動した先にありますのがこちらのお店でございます。さあ、概要欄の方にちょっと載せさせていただいておるわけでございますが、なんとワンニャンオッケーのね海鮮丼を食べれるお店でございますよ。まあ、九州に来たからにはですね、まあ、海鮮の方も有名だよと聞いておったので、こちらの方で食べていこうかなといった感じでございます。さあ、ヨモちゃん大ちゃんも興味津々のルンルンルンでございます。ここでなんかいいもん出てきそうだにゃんと、待ち遠しいわねーといった感じでございます。さあ、父ちゃんはこちらの方ですね、鶏のたたき、そして海鮮丼の方を注文したわけでございます。さあ、パクリとね一口食べたらですね、たたきめちゃくちゃうまかったわけでございます。まあ、ヨモちゃん大ちゃんよりね、こちらのお刺身の方も、しっかりと注文させていただきました。さあ、ヨモちゃん大ちゃんたっぷり食べていっていいよと、
この新鮮なお魚食べましょうねとパクッと食べたらですねうまいわねと。で大ちゃんもですねやっぱりあのめちゃくちゃ美味しかったようでございましてねもう止まらないわけでございます。2人ともお魚最高だわね最高だにゃんといった感じでねもうパク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 食べておるわけでございますよ。大ちゃん結構あのお腹いっぱいになったらですねもういらないにゃんみたいな感じでねあの止まること多いんでございますがこのお魚に関しては相当美味しかったみたいな、まあ、父ちゃんも食べてあの分かるんですけどめちゃくちゃ美味しくてですねもうバク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 食べておるわけでございます。さあそんな姿を見てですね周りのお客さんもですねうわめちゃくちゃ食べますねみたいな感じでね、ジロ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 見られたわけでございます。さあヨモちゃんも大ちゃんもですねもうそんなことはつゆ知らずもう魚に舌鼓を打ち狂っておるわけでございます。ポン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 言うておるわけでございますね。さあそんなこと言うとりました大ちゃんヨモちゃんのねもう口がずっと止まらないわけでございます。常にモグ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 しておる状態でございますよ。もう父ちゃんはご飯食べる暇なんてありません。とりあえずヨモちゃんと大ちゃんにですねこの刺身をあげていかないと。もううるさいうるさい、もう大ちゃんはニャーニャー泣いてですねもうすぐに出てきて早くくれにゃーとあのめちゃくちゃ訴えてくるのであの刺身をですねこう小さくちぎって大ちゃんのね口元にどん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 運んでおるわけでございます。もうワンコそばならぬ、ワンコ刺身でございますよ。で本物のこのワンコのね刺身はこちらでございます、ね、さあヨモちゃんパクパク食べておるわけでございますがもうあんだけあった刺身もですね一瞬でございますよ。若いのワンニャンにかかればもう結構ね量はあったと思うんですけどヨモちゃん大ちゃんもですねもう美味しすぎてもう止まらないわけでございますよ。もうカッパエビせんかよと、そんなスナック菓子感覚で食べるもんじゃないよこのお刺身はねといった感じでございますね。さあそんなこと言うとりましたら大ちゃんヨモちゃんはですねお刺身の方を食べ終わりまして父ちゃんの海鮮丼が運ばれてきたわけでございます。わーなんという素晴らしい彩り、これはうまそうでございますよ。パクッと一口食べたらめちゃくちゃうまいやないかいと、これうまいなといった感じでございますよ。そしてこちらの景色でございます。もう海が一望できてですね、さあ雨予報はどこへやらめちゃくちゃ晴れ渡っておるわけでございます。さあこれも日頃の行いがいいからでございますね。さあヨモちゃん大ちゃんも大満足でございますよ。お腹いっぱいですね。さあお刺身の方を食べまして、そしてねあのなんか写真撮影お願いしますって言われたんで、大ちゃんヨモちゃんとね、父ちゃんもあの写真撮影に応じさせていただきまして、さあ、たっぷり堪能させていただいたわけでございます。救助旅まだまだ続くよ、おまけも見てね、バイバイ、ありがとうね。はいはい、本日も最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。さあ、さあ食べ終わった後はですねちょっと海見に行こうと言ったらですね、早く行きたいわねと、これはジャブジャブと泳ぎたいわ、ヨモギのためにある海だわねと言った感じなんでございますが、もうちょっとダメだよと、あんたこっからあの泊まるのにこんなびっちゃびちゃのドロドロになったらどこで洗うねんっていう感じなんでね、ヨモちゃんにはですね、少し我慢してもらっておるわけでございますが、ヨモちゃんこれでございます。うずうずするわんと、ヨモギほど海が似合うワンコはいないわ、お前ほんとケチだわねーといった感じの顔しておるわけでございますが、ほんとやめとってねといった感じで必死に静止しておるわけでございます。さあちなみにですねこちらあの行った日九州の気温が10何度やったか、7度ぐらいかなでなっててですね、めちゃくちゃあったかかったわけでございます。さすが九州、たまたまなんかもしれないですけど、もうゲロはめちゃくちゃ寒いわけでございます。九州すごいなとなったわけでございます。さあ本日も最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。さあこちら九州旅1日目2日目3日目もありますので、ぜひぜひ次回もご覧くださいね。ではまた会いましょう、バイバイ、またね、ありがとうね。